だし。よくセンスゼロな奴らがさ、地球制御の日どうするって聞いてくんじゃん。あれすっげえ腹立つんだよね。はいはい。でも実際のところみんなどうすんの？まあ可愛い子に片っ端から告白しまくるかな。女子だって地球最後の日だし、まあいっかってハードル下がるでしょ。なるほど。でも全部振られちゃったらそれこそ立ち直れなくね。おお。暴落した株を買い占めるとか、万が一地球が滅亡しなかったら一気に大金持ちでしょ。なるほど。でも結局滅亡したらそれまでだしな。お金は天国に持ってけないしな。おお。まあ結局普段通りの一日を過ごすとかになっちゃうんすかね。だな。朝焼けとともに目を覚まし、一日中湘南でサーフィン、そして水平線に沈む夕日を彼女と見つめながら行きつけのバーでフレッシュカクテルを飲んでいると、気がつけば集まってくるいつもの仲間たち。ウクレレのメロディーの声優目を語り合って、こいつ普段超かっこよくね。満天の星空が僕らを包み込み、ゴーゴー家電男子の LINE スタンプがついに登場しました。やったー。でも LINE スタンプっていっぱい出てて見つけにくくない？そんな方のためにホームページからもスタンプが購入できちゃいます。ほんとだ、気が利く。ということで、ゴーゴー家電男子 LINE スタンプは番組ホームページからご購入ください。せーの、よろしくお願いします。レンジローです。ゴーゴー家電男子、チャンネル登録しない子はレンジでチンしちゃうぞ。それチンチン、ウィー。